この時期はハロウィーンよりも心待ちにしているという方も少なくないかもしれません。来月19日の解禁を前にワインの新酒ボージョレ・ヌーボーが日本に到着しました。午前7時前、ボージョレ・ヌーボーおよそ 3.5 トン3152本を乗せた全日空機が羽田空港に到着しました。フランスのブルゴーニュ地方ボージョレ地区では今年状態の良いブドウが取れ、濃密で果実味あふれるまろやかなワインに仕上がったということです。